はい、えー。皆さん、こんにちは。ちでございます。夏、えー、け雑談やっていきましょうか。えー、今回は1983年6月発売のソフトでからいきましょう、えー。アルフォス、エニックスですね。シューティングです。えー、6800の8810ですね、えー。アルフォス、私、聞いたことがありますよ。83年に出てますけどね。あでも、この画面は記憶にないね。エニックスって書いてるんですけど、ナムコって書いてます。上になんか書いてるね。83年 かずろう、森田。あ、森田カズロうさん。え、あの人、かずろって言うものね、あれ。かずおじゃなくて。そうだね。ランダム、あ、ランダムハウスってあったわ。あったね。で、エニックスさんが、まあ、森田か、森田さん、エニックス、あの、森田の将棋はエニックスだったよね、確か。ねえ、あのー、つい先日お亡くなりになられた、あのー、 えー、ドラクエの音楽を担当してるなああ今頭も思い浮かんでたんだけどとっとんじゃった。あ杉あいやごめんなさいちょっとちょっと検索しちゃう <laughs>、えー、検索しちゃうドラクエ、えー、作曲だねと <laughs> もえー、誰あ杉山小一さんだ。そうそうそう杉山小一さんがお亡くなりになりましたよね。も、え、う、ーま、この方が確か森田和 森田さんのな何か,かで投書したかなんかが最初だったような気がするんですけどね慣れ初めがねそんな感じだったと思うんですけどだから杉山浩一さんも結構やっぱゲーム好きだったっていうかこのコンピューターゲームが好きだったんじゃないのかなっていう気がするんですけどねえー、さあ行きましょう「エニックス第一回プログラムコンテスト」最優秀賞を獲得した森田和郎が作ったこれ和か「カズ郎」か、まあ、普通に言うたら「カズ郎」だね と、作ったゼビウスモドキゲーム。モドキといっても、出来は非常に素晴らしい。当時88でよく,こぞ,よくぞここまでと思ったものである、えー。ニーモニック号に乗り込み。ニーモニックって何だったっけコンピューター用語だったっけニーモニックって、えー。ニーモニック号に乗り込み、正体不明のアルフォスの手先と戦いながらアルフォスの本拠地に攻め込むというストーリー。各 BRG プレーンの えー、使い方分けによって処理を高速化する。ああ、これはブルー、レッド、グリーン。今の R B RGB の言い方でいいのかな、えー、テクニックを使っているので画面全体が青っぽい。あ、そうだ。タイニー・デブスとかも青っぽくなかった うーん、P6 でね、やったと思うんですけど。とにかくこのゲームは売れた。このゲームがやりたいから88を買った人も多かったろ、本当に。なお、きちんとナムコの許可を取ってると。あ、あ、だからナム、ナムコさんの私知ってたのかなアルフォスって。でも古いね、80、あ、それでもいい、82年か。ああ、まあ今からもうね、もう今から40年ぐらい前になりますね、82年。もう今、今21年だから、2021年だから39年前のソフトウェアになるんでしょうかね。あ、ここにはプロデュースドバイエニックスって書いてるわ。 そういうことですね。ああ内容は全然覚えてませんけどアルファスって名前はねニーモニックってニーモニックって何のことだっけつい先日もね息子のね学校に授業参観で行ったらですねあのな、ー、んだろうコンピューターの授業やってたんですかね。で私んだろうこれって思って見てたら。 あの PLC ってねいうのを勉強してたようでおすごいねーって思いましたあのだからねあのやっぱりこの年になってねいろいろ経験を積んでああいうのを見るとうわあ授業の内容濃いなと思うんだけど私多感ねあの当時のやっぱ多感な頃はね17歳8歳ぐらいで。 高校生であんな授業やっても,もう何ら興味ほとんどないよねみたいなね授業受けないよねみたいな感じがしましたねだからやってることは価値があるのであとはいかにどうあのや,る気をさやる気を出させるかっていうのにあの尽力した方がいいのではないのかなとちょっと思わせられましたもうやってることはすごくね今だから私もねじゃあ高校の時どうだったのっていうことで高校の時に論理変えるとかね うん。あのー、ベーシックとかの命令にはすごく興味あったんですけど、その基礎ね。アンドカイロとかオアとかの、あのー、ね、ああいうの。<laughs> ああいうのがね、うん、なんかできなかったのがちょっと悲しいね。えー、ニーモニックとはコンピューターが解釈するマシン語を人間に分かりやすい形式で表現した記号のこと、アセンブリ言語で使われる、えー、M から始まるの えー、にニーモニックとは記憶を助ける工夫という意味の英単語。この ADD、アッド、加算命令に対するニーモニックというと。ああ。ニーモニックってアッセンブリ言語のこと言うのアッセンブリ言語で使われる。記憶を助ける工夫ね,ね。ニーモニックとはコンピュータのマイクロプロセッサー、CPU、MPU に与える命令の種類を表す。あ、そうだ。オペランドだった。オペランド。 ね、あのアンド回路とかあれオペランドだったと思うんですけどごめんなさいね話が <laughs> 話がねごちゃごちゃになっちゃってオペランドオペランドは演算子で操作されるデータを表す命令の一部です例えば2つの数字を加算するとき数字はオペランドでプラスが演算子ですああちょっと私が思ってたのと違ったかな <laughs> 画像で見たらどうだろううーんこれは演算子だよねイコールイコールはねねねえ そうなんですよねあこれをオペランドっていうのかで演算者オペレーターかあそういうこと <laughs> <laughs> これをオペランドと言って言うたらえっと結果結果と掘り込まれる演算される側をオペランドっていうのかで演算者オペレーターっていうのかはいとまあそんなことは置いときまして手続きいきましょう。 <laughs> まだ1個しかやってないわ。もう6分経ってんのに。じゃあ行きましょう。おポー,ートピア連続殺人事件。こんな古かったああ、でも e n クス1 9 8 3って書いてるねまあまあ。ファミコンに移植されたのはもっと遅いと思うんですけど。エニックスアドベンチャーですね。3600円の88以降です。いや、これこんな古かった。あ、でもここには、パッケージには81マーク2って書いてます。 ねえ、安ね。有名ですよね、これね。 ドラクエで有名なシナリオライター、堀井祐二が作ったアドベンチャーゲーム第1弾と。堀井氏は第1回のエニックスのコンテンツで PC6001 用のラブマッチテニスというゲームで入選しており、ゲーム作品としては2作目になる。安という部下を従えて操作するアドベンチャーゲームで、えー、山川光造というサラキンの社長が殺された。第一発見者は光造の秘書の沢木文恵。こんなプロローグとともにゲームは始まる。場面数は少ないがあちこちにいろいろと回らなくてはならず。結構難しい。 殺人現場でマッチなどの証拠品を押収し、神戸、大阪、京都と歩き回って聞き込みする。この聞き込みとかアリバイといったコマンドが刑事という雰囲気を出していてちょっとても良かった。あるメモに書いてある暗号を港で入力する場面があり、この暗号が各機種版88、8861X1 などごとに異なっている。88番は港でかもめで簡単なのだが、6 0 1番などは16進数コードを解析する必要があったりして大変難しいと。 えー、私が最初にプレイしたのは p c 6 0 0 0これだと聞き込みをするたびにあのちょっとお聞きしますがとかしゃべるああ p 6喋るもんね6 0 0 1番の16進数コードは難解だったが8 8番の鏡文字はあまりにも簡単だったのでけしかのギャップが大きすぎるゲームの方はヤツとのヤツ、えー、とのやりとりが当時としては新鮮だった先輩の刑事を思いっきりバカにする部下お前は何者だしかもお前ははにゃにゃのくせに えー、フラグ立てに甘いところがありまだ情報がないのに先に見るべき場面が見れてしまったりするところもあるが面白かったネギミングをよけて口コミでかなり売れたうーんこれはあのな、ー、んでしょううーんめちゃくちゃもうね我々の世代では知らない人いないでしょううーんと思いますねこれ堀井裕二さんなんだねああこの頃にちゃんとオーサーっていうあこれは著作権あちょえ筆者っていう意味だっけオーサーね パブリッシャー反射って意味なのかなエ,エニックスうーん。そうだね。これね。私やったのファミコンだったかないや、P6? でも私解いてないんですよ。 ええとね、いや、もうね、あんまり原田ってね、アホって,ってアホかバカって言ったらね、あ、アホか、アホって言ったらね、アホと言う方がアホとうちのばあちゃんが言ってました、みたいなことをね、つ、うん、に言われたんですよ。もう頭来ちゃってね。<laughs> なんかね、機械にバカにされてるようですごく頭来ちゃった記憶があります。ねあ、でもこれはね、うん、これってコマンド方式じゃなかったのかな。いや、一応そうだね。行け、呼べとか書いてるから、あ、ある程度ここのファンクションキーで、 打って文字打つんだったかなもう覚えてないですわ。これ私やったのって多分、中学生とかじゃなかったかな中学生、友人の家でやらしてしまった記憶がありますね。あれ、MSX でやったのかなちょうどその頃 P6 と MSX のユーザーがいたんでね、中学校で88持ってる人なんかね、一人いたかいないかでしたね。うん。残念ながらね、そのことはね、あの、親しい仲じゃなかったので。<laughs> <laughs> 中学生の時にハチ,ハチをやった曲はなかったですね。あ、2、3人いたか。うん、2人ぐらいいたかな。ああ。だからそんなことがありました。これは名作ですね。もう有名ですね。さあ、えー、次は激戦南太平洋。あ、これまたエニックス。頑張ってますね。アクションです。えー、3200円の PC8001 って書いてますね。えー、っと。 海上上戦戦と陸上戦の2つのつゲゲーームムを続けて行うゲームまずは海上戦で輸送機の落とす荷物を敵の攻撃を避け撃ち落としながら進め集めるか。記憶を集めると次の陸上戦へ陸上戦では戦車に乗って戦う3ラウンドでは地雷4ラウンドでは敵戦車が現れると。次はね女子寮パニック。あっさっきの話もその誰だっけこれアルフォスでね。 アルフスじゃないごめんなさいポートピアかえっ、ー、と堀井裕二さんも結局はこの,あのコンテストでなったんだねというかこの人この人はやっぱりプログラム組めるんだよね堀井裕二さんってきっとこの頃2人とかで作るそんなね分けてあの役割を分担して作るとかのあんまなかったと思うんですけどね うん。はい。ごめんなさい。戻りましょう。で、えっ、ー、と、この女子ローパニックって見た時にピクッと来たのがね、あのー、ここで、あの、間違ったらごめんなさい。ラブマッチテニスっていう言葉がね、ラブって入ってるので、ちょっと、んそっち方面っていう感じがね、若干したんですけどね。えー、女子ローパニックエニックスアドベンチャーで3800-88以降です。彼女であるロムちゃんを女子寮から連れ出すゲーム、懐中電灯は1時間で切れるので、それまでに連れ出さないといけないと。ああ、まだこの頃はそういうちょっとスケベな感じではなかったのかな。 わかんないね。<laughs> この画面見たらなんともなく。しかもこれはエニックスさんが出してるんだからね。うん、っていう感じがします、えー。次はライトフリッパー。エニックスですね。アクションです。3600円の88以降ですね。あ、パズル。でもアクションで書いてますね。うん、えー。スリーピーシェリフを作った岡田氏が制作したゲーム。スリーピーシェリフなんかこれリンク出るあ、出てね。文字化けしてるでしょうけど。えー、っとね。これい あ、しまったこれフレームだ。83年の7月でしょうかこれね。じゃうん、そうだね。そんな感じがしますね。えー、っとねー。あ、ごめんなさい。えー、そういうことでしといてください。今、ちょっと帰るのでめんどくさい。あ、なっちゃったんで。<laughs> えっと。 えー、岡田氏が作ったゲームで鍾乳洞の中に散らばっている鍵を集めて出口まで行くゲーム、えー、時期のフリッパーの動きが滑らかでいい、えー、敵のネズミはライトで痺れさせることライトで痺れさせることができるウカウカしていると酸素がなくなりアウトと至るところで鍾乳石が落ちてくるのだがこれをかわすために、えー、堆肥所にちょっとずつ入りながら進むのが熱いと 画面下には薄板が1枚走っており、えー、これに乗って鍾乳石を受けるのはほとんど、うん、なかなかスリリングで初期の良作と。 サクスクサは宇宙の戦手を制作した岡田氏だが、えー、ゲーム性に格段の進歩が見られる。とってもスリリングなゲームで、この緊張感が非常にゲーム性を上げている,いると。ゆっくりプレイしたいところなのだが、すぐに酸素がなくなるので、どうしても素早く動かざるを得ない。しかし、下手に動くとネズミに捕まるし、上からの小乳石にやられてしまう。この辺のバランスが非常に良い。えー、キーさばきをちょっとでも間違えるとすぐにアウト。面の構成がランダムなので、パターンを作るという面白さがなかったのは残念ということですけど、 まあこの頃のゲームって時間制限とかね、そういうのが結構当たり前のようにあった気がしますね。ちょっとごめんなさいね。うん。そんな感じがします。えー、次あ、次、秋たまりちゃん危機一髪。これ、こんな古いのしかもエニックス。これは私もね、リクエストされて、あの、やりましたよ。うん、あのー。<laughs> <laughs> これエニックスだったのね。もう覚えてないわ。ジャンル、エイトセットラうん、これなんとも言えないもんね。ねえ。8801個。あ,あ、これ8801個なんだね。こんな画面あったっけこれ右側覚えてないね。左側覚えてるんだけど。グーちョキパーでやるんですけどね。第1回エニックスホビーゲームコンテストの優秀賞作品。あ、優秀賞受賞作。これ優秀賞だったんだ。 野球券なんですよね。元は f m 専門用だが後に88に移植されて発売された。ちょっとごめんなさい。ちょっとごめんなさいね。ちょっとごめんなさい。えー、作者はエッチ漫画家の牧村正。あそうなのね。 要するに野球券でじゃんけんに負けるとナイフがマネジャーに迫ると。そういうことなんですよね、これね。うん。すっごく単純なゲームだったと思います。えじ次は4人マージャン。テクノソフト。えー、テーブル。4000円の88以降ですね。えー、美しいグラフィックの4人マージャン。リーチ、ポンチ、一発裏ドラもありと。ああでもこの頃はじゃあ一発裏ドラがなかったのもあったのかな。まあ4人打ちっていうのがね。あらでもなんかパッケージは。 ッーーセラフ来てるよ <laughs> ちょっと今だったら無理だね、これね。法律に抵触するだろうから。ということなんですね。え次行きましょう。ゴルフアイランド。あ,あ、今度テクノソフトさんが出てきたんですね。さっきのここからね。えっと、アクションゲームです。ああ、まあゴルフだからと。定価不明の8 8以降ですね。各ホールの周りが海になっている美しいゴルフコースでプレイできると、コースは1画面中に全て描かれている。ほう。 ああ、スクロールしないと。クラブの選択をして、打球の方向を決め、打力を決めるバーにタイミングを合わせてスペースキーを押してショットする。広告のお姉ちゃんばかりが目立っていたゲームと。おそうなんだね。広告にお姉さんがいたんだね。あ、これからこの、このお姉さんって意味かなパッケージの。えー、次はジャンキー、ジャンキー。えー、おわシステムソフトだ。あらららららら、えー、えっと、えっと、た、え、ら、っとえー、定価不明の88以降ですね。これ2人2人打ちですね。 えー、ジャンキーと書いてジャンキーと読ませるマージャンゲーム、ポン、カン、チー、リーチなどができ、高速動作することを売りにしていると、フロッピーディスクベースで、ロードが速いということも堂々と、パッケージに書かれてたこの頃ならではの売り文句だ。元は PC6001 用のロ、ロあー、ロムートリッジ、そうだ、P6 ってロムも一応あったんですよね。あれ、増設用の、やっぱり MSX みたいな、増設用のラムをさせ込めたのかな うん、P6 も多分16キロとかそんなぐらいだったと思うんでね。あと今このフロッピーで出てましたけど、えっ、ー、とね昔やっぱアドベンチャーでね、アドベンチャーでテープってあったんですよね。テープのアドベンチャー何が辛いのかってね、やっぱアドベンチャーで結構いろいろ移動するじゃないですか。移動するとね、あのまたあのロードしないといけないとか、ね、そういうのがあるんで、なかなか辛かったですよね。う 次がね、空母機動部隊。ああ、すごい、デジタイズしてんのかな、これね。え気圧章。出てきたね。やっと出てきたような感じがしますね。えー、SLG、えー、定価踏みの88以降です。気圧章って。ねこの後結構出てきたんですよね。うん。えっ、ー、と、サンゴ章改善をテーマにしたウォーシミュレーションゲーム。最高4つまでの艦隊を組み、敵艦隊。えー、アメリカ軍を攻撃しつつ、イチロー。 えー、ポートモレスビーを目指すのが目的5月5日午前5時に進行開始タイムリミットは 6, 6日24時でこの時の両軍のダメージの度合いによって勝敗が決するとそれまでは敵の被害は一切わからないので推理の連続形式はセミリアルタイム形式で国交と時間が経つにつれ両軍がそれぞれ同時進行で作戦を実行するというもの、えー、命令は必要とするときにファンクションキーで割り込みをかけるというおおそうなのねうーん あだからリアルタイムだからね。えー、という方式になれないとすぐに全滅してしまう。と。これも頑張ってるんですけどね。このカクカクしてしまうのは。ちゃんとなんか書いてるんですけども、うん。透明っていうのはできなかったんだね。ということですね。えー、あ、そうだ。だから、あの,の、実は、ジェッペグもそうですよね。あのジェッペグも透明ってできないんで、透明にしたかった、あの、背景をね、映し、背景を、その、何でしょう、レイヤー飾りでね、置きたいときに。 背景をしたかったら、PNG であのやらないといけないですよね。ポータブルなんちゃらかんちゃらフォーマットでしたっけ忘れました。ごめんなさい、えー。ちょっとウェブでやっててね、私ね、Web で作ってたりして、あの画像を置きたいっていう感じでね、画像をそのアップロードしたりして、まあ言うと商品ね、商品を出すときに透明に,透明にしてやりたいというのがあったりすると、あとそれ、あとあれがありました。あと私、印鑑ね。 あのー、ちょっと見積もり書を作るシステムね正規書とかを起こすシステムを作ってる時にあのー、ね印鑑を作った方がいいんですけど。 あの投下されないっていうんでね、投下されなくて印鑑を押しちゃうと、住所とかがね、住所とか名前の上に写っしょ、印鑑って。あの、重ねると、うちらのもんが消えちゃうからっていうことでね、白で上乗りされちゃうからということでね、あの、その時に、うーん、ということで、透明データを入れるのが PNG だったっていうので、なんかね、いろいろね、やりましたね。うん、そういう思い出があります。さあ、行きましょう。えー、次は、プロ野球スーパーシミュレーション。あ、こんなのあったの ?JDS、SLG。えー、定価不明の88以降ですね。 えー、プロ野球を数値によってシミュレート、えー、1人あるいは2人でプレイできる打撃時はコースを吸収スピードを予測しバントストライクであストライクヒッティングなど細かい指示ができる、えー、投球時も同様に細かい球種やコースを指示できる1試合に1時間はかかる本格派単にスピードが遅いという話もあるかとそういやあのセガセガの昔のね SG 戦とかだったかなでやった野球はひどかったなあのねボール球は絶対 当たらないいいんんでですすよよボールはいいくららっても当たらないんですよなのでそのギリギリを投げられてっていうので友達に友達にねそのそのその頃の友人にもう完全試合みたいなされましたもんねうんあらひどかったないや当たってるじゃないと思ってもねそのストライクじゃなかったら当たり判定がないのでうもういくら振っても当たらなくで見逃すとそこをうまいことやられてストライク取られちゃったりとかねっていうのを。 あら、ひどかったなぁと覚えてます。えー、次は、リバイバル・インベイダー。エンジョイ・ソフト、シューティングの定価不明の88ですね。88以降です。えー、ちょっと画面はありませんね。えー、壊滅寸前の地球でエイリアンを倒して多くの地球人を月へ移住させるゲーム。固定画面のギャラクシャンタイプのシューティングと書いてますね。えー、次は、うるせえやつら、エンジョイ当たる編。エンジョイ・ソフト。アクションゲームです。初めて聞いたような気がします。えー、当たる、面倒、ラム、ぶテンチェリーと。 でもこれは許可取ってないんでしょうね、きっとね。えー、名前、名も出てませんもんね、小学館とかいると思うんですけど、うん、名前書いてませんね。うん。アクションなんだね。うん。で、次はキックオフ、キャリーラボ。アクションの3000円の88以降ですね。えー、っと、あ、これも廃棄が透明になってないね。うん。なるほど。あ、だから、ちょっとディグダグっぽい感じなのかな。テクテクを操作してエリアをやっつけるゲームと。ここにあるうちは黒くでいいんですけどね。 ここにやっぱ置いちゃうと、おやってなっちゃうんですよね。ちょっと目立っちゃうみたいな。あ、ラグビーボールがあるわ。あ、で、キックオフか。えキックオフなんだけど、肥料をやっつけるゲームなんだね。<laughs> そうなんだね。えー、次、U ボートですね。ああ、こんな映画ありましたね。U ボートってね。2で込む、えー。シューティングです。えー、定価不明の88以下ですね。画面に表示された英国周辺の海図を頼りに敵機を見つけ、遭遇したら魚雷の狙いを定めて命中させるゲームと。ああ、イギリスですね。まあ、U ボートって言うぐらいだから、ドイツ だよね多分ね、えー。コンボイ5000。2でコンアクション、えー。コンボイ5000って書いてるんですね、これね。えー、3の8 8以降ですね。おアメリカ大陸を縦横無尽に走る大型トラックコンボイ、えー。プレイヤーはコンピューターの指示通りに各地によう走り抜けるアメリカは全土マップ付きと。すごいね。ちゃんと左ハンドルなんですね。ねいやこんなんでも当時みたいによくできてると思ってたんですよね。う 次は、キングアウト、ニレコン、アクションです。3000の88以降ですね。画面ありません。説明もありませんね。と、次は、おチャンピオンソフトだ。カーチェイサー、えー、チャンピオンソフト、アクションの3 5 88以降。あ、残念、画面がありません。えー、PC8001 のゲーム、ほとんどヘッドオン。ああ、ヘッドオンか。あの、ぐる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 る回っていくやつね。あの回っていくのをちょっと一車線入ったり、内に入ったりしながらいう、避けていくっていう感じですよね。敵さんがいるんですよね。何台も同じ車がね。敵の車が。赤い車だっけ。 で、自分が白だっけで、背景青でしたよね。ヘッドオンがね。で、あの、外に行ってる人だし、ま、言うたらパックマンみたいな感じで、えっと、点を全部取っていかないといけないんだっけなんかそんなんね。コンビナのコントロールする車を壊して、路上のドットを食べるゲーム。あ、そうだそうだ。谷田、谷田博文さんでいいのかなえー、サクッと え次はジャンピングクロス。えー、これもチャンピオンソフトですね。アクションの3500円8000円1以降ですね。PC8001 のゲーム、ほとんどが風船割り。ジャンパーを操り、えー、右端から流れてくるメテオ、または UFO を避けながら、ツタに触っているダイヤモンドをいくつ,、えー、いくつ取れるか競うゲームあ。これも谷田博文さんの作、まあ。チャンピオンソフトがそうなのかな。えー、次はミサイルコマンド。 えー、つくも電気、シューティングですね。えー、3500の発電事故です。なウプリンチングでありませんね。説明もありません。次はダンケルク、ポニカ、ナウプリンチングですね。えー、っと、ただ画面1個ついてます。SLG の PC8800 事故ですね。定価不明です。ドイツ軍25部隊を操作し、脱出しようとする第二次世界大戦連合軍をレーダーで発見しながら攻撃するゲーム。1940年の マンシュタイン計画に基づくドイツ軍の大勝利を再現していると。あもうこれブラウン管を取ってるんですね。直でね、きっとね。そんな感じで、なんか懐かしいですね。えー、次はミッドウェー海戦ポニカですね。これまた SLG の定価不明の88以降ですね。アバロンヒルのシミュレーションゲームを CSK が、ああ、あれは PSK でしたね。ごめんなさい。CSK が移植したもの。日本の機動部隊とアメリカの第7艦隊が海上決戦を繰り広げる数字とキャラクターのみのスタートレックタイプのシミュレーション。うん、ちょっとわかんないな。 あ、これで以上ですね。さあ、いやー、この年代はね、やっぱり、あの、目をつぶらなくていいんで楽ですね。まあ、でも逆にね、ああいう目をつぶらないといけない、あの、ちょっといかがわしいというかね、スケベーなゲームがあったので、私、この、この、ね、収録アプリ、OBS スタジオで、目を閉じれるんだっていう、っていうのを知ったんでね、ありがとうございます。これも教えていただきましたね。まあ、まりちゃん、危機一髪。ああ、これは印象にあるんですけど、やっぱ、この中では、 あ、ポートピアかな。ポートピアでしょうね。まあ、アルフあとまあ、システムソードさんが麻雀を作ってたジャンキーでしたっけ。ねえ。まあ、こっちの方が、テクノソードさのこっちの方がね、あの、すごくよくできてそうな気もするんですが、まあ、こっちは速度が速いっていうことでしたかね。うん。とまあ、そんな感じで、来ましたね。 いやいやいや、この頃やっぱり本数多いですね。なかなか読み応えがあります。えー、まあ、これ、こんな古かったのか。今から39年前。いや、ごめんなさい。39年じゃないわ。38年前。8年前に出てたのか。この頃に生まれてた頃、頃が38歳なんだもんね。そら、歳食うわ、と。ね と,いうところでそれじゃあ、ちょうど時間もいい感じですね、25分なので、えー、それじゃあ、この辺で終わっておきたいと思います。えー、どうもありがとうございました。